夜の今夜のラストオーダー、アット FM お聞きの皆さん、こんばんは。バス屋のシンガーソングライターリオです。どうも。いやいや、6月ですな。早いもんで、もうジメジメした季節が目の前。俺ね、もともとむちゃくちゃ雨男やってん。古くからのリオのファンの方々は知ってくれてるよな。もう雨男のレベルちゃうよ、ほんまに。うん、野外イベントでさ、俺の前の方まですんごい晴れとったのに、俺がステージに立った瞬間豪雨よ。うん、ほんでちょっと皆さん危険やからテントの下に隠れてください言うぐらいの豪雨や、ほんまに。ほいで俺がステージから降りたらカンカン照りやで。びっくりするよな。雷落ちたことも何度もあるし、もうねびっくりするぐらいの雨男。もうねひどかったよ。俺のあだ名ね、歩く低気圧言われたからな。もうリオは歩く低気圧言われてるぐらいほんまひどい雨男やってんけど、ところがこの2年ぐらい完全に僕晴れ男になったんです。当時のライブ大体僕年間150本ぐらいライブやったけど、130本は雨でした。これほんまに。しやけど今ほとんど晴れ。ああ、ブルースは雨が似合うけど、でも雨男ダメ。俺ね、雨男の時はなんか全然話題にならへんかった。せやけどこの2年間ね、晴れ男に変わってきてからなんか番組持てるようになったりね、おなんかこうリオリオってこう自分の曲がメディアで使ってもらえるようになったりね、大御所がなんか僕の曲を映画でドラマで使ってくれるようになったりね。雨男あかんな。これね、リスナーの方々、もしね雨男の方おったらね、運気上げるためにはもうこれ晴れ男になるために近所の社にぜひ両手合わしに行ってください。OK、メール紹介していきましょう。ラリメレロのヒロシさん、リオさんこんばんは。ラリメレロのヒロシです。5月19日の広島ライブお邪魔しましたよ。船と電車を乗り継ぎ空き地入り、歌声が響くと空き地に来たお客はリオを見つめ耳を傾けていました。ギターの弦を弾く音、鼓動、息遣い、間近で見るライブはスピーカーから伝わらない臨場感が伝わりました。つながってる、つながってる。空き地のみんなが大合唱し、ボルテージも最高潮。久しぶりに胸がときめいたライブ、思い出の一日となりました。ありがとうございます。そうやな、広島ライブよかったよな。うん、そしてね、このラジオは ラジコができたおかげで全国でいろんな方々が聞いてくださってるわけなんだわ。このラリメレルのヒロシさんお会いしたな。うん、広島でずっと離島で毎週俺のラジオを聞いてくれてるんだわ。ほんでもともとラジオがすごい好きやってんて、で広島でお会いした時ももうリオさんこの感動をラジオに送りますんでって送ってくれたメールやったんやわ。もうねこういうの本当ラジオやっててすごく嬉しい。うん、でやっぱラジコとかな、こうやってデジタルがなんていうのかな、前に進んでくれたおかげでこういうまだな、つながりをもらえたわけやから。もう昔はなんか本当にデジタルを毛嫌いしてやっぱアナログやでとか言っとったけど、両方大事やと思う。うん、つながるきっかけはデジタルで全然構わへんと思う。それをそのままにしとかず、デジタルで得たものを手繰り寄せてアナログで会いに行くのよ。うん、全部大事やな。うん、ヒロさんまた広島駅から待っとってね。ありがとうね。ラジオネームタウさん、お疲れ様です。叱り方にもセンスが必要。リオさんのメッセージは深いです。ラジオを聞きながらちゃんとメモをして仕事仲間たちと会話のネタにさせてもらってます。やっぱりリオさんは本を出版されるべきです。とにかくリオさんのラストオーダーを知ってからは毎日の長距離輸送が楽しくなりました。同じ内容を何度も何度も聞いています。まだお会いしたこともないのにすごく近い存在に感じます。孤独な人間たちにもっとメッセージとエネルギーを届けてください。長文失礼しました。タウさんありがとうございます。どうですかその後、事故なく怪我なく行かれてますか。いや嬉しいね。こっちもすごく嬉しいよ。忙しいのにねこういうメールいただけて、ほんでまた俺のね拙い会話をネタにさ、そうやって、仕事の仲間たちとね、語っていただいてる自分のことをねこう思い出していただけてるっていうのはすごく嬉しいです。まあ、これからもね、いいメッセージ伝えていきますんで、ぜひぜひラジオの方ね聞いてやってください。ラジオネームれいちゃん、最近興味がリオさんのことばかり、読み聞かせのお話ぜひ実現されてください。私はリオさんより少しだけお姉さんなんですが、いつもリオさんのメッセージには心を癒してもらっています。私も紆余曲折な人生を送ってきたのですが、やはり今の自分が一番好きだし帰りたいと思うあの頃もありません。
本当にいろいろがあったけど後悔は一つもないのでラストオーダーエピソードを一度も遅れずすみません。レイちゃんいいやんか。うん、俺こういうの好きやな。俺もさよう聞かれんねん。例えばよその番組とかにお邪魔しに行ったりすると、まあ、いろんな質問を考えてくれてるわけだわ。ほんで、まあ、よくあるのが音楽を始めたきっかけとかな、まあ、そういうことから始まんねんけども、でもまあすごく慣れてらっしゃるこう DJ の方々はこういうこと言われたりするんだわ。リオさん今は音楽でね、飯食ってられるやろうけども、もし戻れるとしたらいつに戻りたいですかとか言われたりすんねん。俺はでもこれレイちゃんと同じ考えて、戻りたいと思う過去はねないな。今がほんまに楽しい。もっと言うと今に来るまでまあまあ大変やったから、もうあの大変な頃にあんま戻りたないね。違うレイちゃん、きっとこれ私も紆余曲折な人生を送ってきたって書いてるけど、俺これものすごく共感できんね。俺もそんな苦労はせへんかったけど、まあまあやっぱり人様へ2倍3倍の努力はしてきたと思う。だからもうあそこにもうあのヘトヘト感を味わうんやったら、もう今のなんか、今すごくね健康に真面目にまっすぐ進めてるから、なんかこのテンションのまんまねより高めにいきたいなって思う。これはものすごく共感できますね。後悔がないっていうのはすごくいいことやからね。うん、またぜひれいちゃん前向きなメッセージ送ってやってください。 OK、 じゃあちょっと今日はこんな前向きな楽曲からいってみましょうか。リオでシャワー。あどけねえものはいつも時代がさらってゆく、こぼれたぬくもりを舐めて、寂しさきちらすけど、争う日々の中じゃ取り合うことばかりさ、あの日交わした約束がしくしくと泣いてるさ。少年たちの歌が聞こえる、いつか大人になった日に僕が君のこと守りたいよと叫んでいる。生きてゆけ、いつもさりげなく愛の重さを知ればいい。土砂降りは明日を掴むシャワーだ。明日夜は君をなおさら知りたくなる。可能思い逃がしたくなくて、愛しさを言葉にした。囁いている、いずれ消える定めならば、今を共に生きておくれよと輝いてる。生きてゆけ、いつもさりげなく愛の重さを知ればいい。土砂降りは明日を掴むシャワーだ。明日きっと晴れるさ。
さりげなく愛の重さを知ればいい。お届けしたのはリオでシャワーでした。はいな、メッセージ紹介していきましょうか。ラジオネームおっちゃん、おっちゃんいつもありがとうな、こんばんは、おっちゃんです。リオさんが憧れる世代や男性像はありますか？なんかとても40代前半に見えんくて、今も過去のリオさんブログを見ながらどんな人生を送ってきたんやろうかと分析してます。でもおっちゃんは決してストーカーちゃいます。あくまでリオさんファンです。おっちゃん世代にリオさんはたまらんのです。ありがとうございます。世代ね、俺ね昔からそうやったけど、俺10代の時はなんかね40代前半今ぐらいになりたかった。なんかものすごく俺昔からね年上にこう可愛がって戻って、40代過ぎぐらいのその時の、まあ、おっちゃんっていうか、まあ、おっちゃんの質にもよる。だからなんちゅうのかな、こうニュアンスやけど、おっさんって感じじゃね、めっちゃかっこいいおっちゃんってのがおったんだわな。ああいうのにはすごくなりたかって、早く大人になりたかったのはよく覚えてる。でも実際今俺42歳になったら、今はね53歳ぐらいかな。なんかお金的にも世の中的なポジションとしてもゆとり余裕色気、なんかものすごく油に乗ってる、人間、俺がわかっこいいなと思うのが50代前半から中頃かな、うん、といってもやっぱね頑張ってきた人間な。もう10代なんかはもう僕もそうやけど、むちゃくちゃやってました。本当にもう人様に迷惑ばっかりかけてきた、うん、で20代は挑戦やな。知らん町に出て行ったり、知らん人間に会ったり、いっぱい失敗もしました。そやけどいろいろ、うん、挑戦したことで勉強させてもらえた20代で、30代はこれはもう絶対これ我慢したよ。ほんまに昔やったらこんなことやってられるか言うてドーン机ひっくり返しとったんやけど、30代はほんまに我慢しました。で40代は今まだ2年しか経ってないけど、ちょっとこの30代までにやってきたことは少しなんかね実を成してきた、こう摘み取りの時期に来たような気がする、うん、だからもうちょっとやっぱ輝く男になるため、輝く人間になるためには時間がかかりそうな気がするけど、すごく楽しみ、うん、でここを踏ん張り切ってなんか50代をピカピカで迎えたいね。あーなんかピカピカの大人になりたいな。あなんかこうそのためにはやっぱね、まあ、いろいろクリアしていかなあかんことあると思うけど、やっぱ出不精になったらあかんよな。とにかく表に出て知らないことを知る、いわゆる好奇心のある人生じゃないとキラキラしないと思う。俺がものすごくやっぱこう憧れる男性像、うんまあ、世代というかおっちゃんが言うねこの男性像、俺が憧れる男性像っていうのは好奇心を持っていつもキラキラしてる男性やな。ぜひおっちゃんもいつまでもキラキラしながらラストオーダーにメッセージ送ってや、お待ちしてます。ラジオネーム安国さん、コンフリクト外伝拝見しました。的場浩二さん、拓磨慎さん、小沢さん、そしてリュウさんのホタル最高にかっこよかったです。極道戦争もめちゃかっこよかったです。もう小沢さんシリーズにはリュウさんの歌なくしては語れません。厚かましいですが、ぜひゲストに呼んでいただきたいです。お体に気をつけて頑張ってください。外伝ね、俺まだ見てないんだわ。たくましんさんね出られとったらしいよね、うん、今はコンフリクトはやっぱすごく人気みたいやな、うん、まあいい作品になってると思うもんな、うん、で極道戦争ね、こっちはタイトルが歌舞伎物だな。あれもねほんと結構小沢さんのシーンにはハマっとって、俺も自分の曲使ってもらってすごく嬉しかったよ、うん、でもさこれ面白いもんで、これメールでねいただいてる内容で、さらにまあこれはフィクションのね映画のタイトルやからええねんけども、
ね、これ単にこれが電波に乗せて極道戦争って言うてるの、これ普通の会話やから怖い会話やもんね。うん、まあ、これもね今2シリーズまで出てるけども、続編もこれ今後バシバシ出てきます。ぜひぜひ楽しみに待っとってください。靖国くん、またメールお待ちしてます。ラジオネームゼットンさん、あーもうもっと早くリオさんの音楽に出会いたかった。私ごときのメッセージを拝読いただきありがとうございます。この2週間ずっとリオを聞いております。ブルージーでジャジーでフォーキーで、あなたの音楽は何なんでしょう。もう私はただの虜。歌詞の中にはサッチモやシナトラ、しまいにはエラやサラ、たまりません。本当に売れてほしいけど売れてほしくない、自分だけがずっとこっそり知っていたい、そんな存在のリオさん、愛しております。ありがとうございます。これね、最近言われんね、もうリオそろそろもうなんかバーン行きそうやなって。せやけどあんま行ってほしくないねん、でも行ってほしいねん、でもみたいな風に言われんねん。ね、なんでって言ったら、なんか大きなるとさ、もう私たちのことを忘れられる気がすんねんって言われんねんけど、忘れまへんがな、そんな。そうでしょ、逆にドーンと言ってもう本当にとてつもない数の方々が来てくださったことの方が一人一人をなかなか覚えきれないと思うよ。これまでさ、小さい会場をずっとねぐる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 回りながら一歩また一歩、一階段一階段ずつこうステップしてきた。それをこれまでのファンの方々は見つめてくれとったわけやんか。リオ頑張れ頑張れってね、俺も懲れずにやってきたけど、みんなも懲りずにファンをやってきてくれたわけやろ。そやから俺が忘れるわけない。そやからどうかみんな、ほんまにこれはリオからのお願いや。もうリオが絶対ブレイクすると念じてくれよ。どっかでな、どっかで君たちがねブレイクしてほしいけどしてほしくないみたいなことを言うから、それが足かせになってな、そういうものはみんなあれぞ、念になって俺の足を引っ張んねんぞ。それからどうかどうかみんなのこと忘れへんから、リオ売れろ売れろと毎晩寝る前に念じてください。ゼットンさん、またお待ちしてます。ラジオネーム大将、長崎在住の大将です。欠かさずラストオーダーを聞いてます。コンフリクトの映画でリオさんのホタルを知って、今は日本極道戦争の歌舞伎物にハマってます。ブログでリオさんと小沢さんがお食事されてる光景を見て、俺が店員になりたい、マジ思いました。兄貴2人最高です。長崎嬉しいね、そんな遠方でも聞いてくださってるんやな。九州行きたいな、九州。俺大阪を飛び出して一番最初に行ったんが九州なのよ。で福岡で1年近く、住んだきっかけで音楽を始めたんだわ。うん、行きたいな。まあ大将、なんかこれあれやよね、だからライブだけじゃなくて、例えばああいうさ V シネマの映画 あのキャンペーンとかで俺が俳優さんとかについて行ってもいいんやろな。うん、なんか絶対ね、術を見つけて、長崎の街も遊びに行きますんで、楽しみにしとってください。ラジオネームヤブヤン、公開エピソード大賞ありがとうございます。ヤブヤン、面白かったよ君のいただいたメッセージね。リオさん、ラジオを聞いてて感じることが2つ。1つ目はちゃんと自分を見つめてくれてるってこと、これがすごく嬉しくてまたメールが書きたくなる。2つ目はなぜか元気になれる。褒めてもらったらすごく嬉しくて、普通にトークを聞いてるだけで頑張ろうって気になる。早く名古屋の繁華街でリオさんを見つけたいっす。ボトムライン行きますから頑張ってください。ありがとうございます。これもねいただくんだわ。まあ毎週ねたくさんメッセージもらっとって、読めないメールごめんやで、本当にたくさんもらってるんだわ。でもまあ一行とかな、リオさん頑張ってくださいではとか、それはなちょっとまあなかなかもうこれは言うてんねん、うちのね番組の人間たちと言うてるんだわ。そういうメールはもうそういう週に一気にラジオネームを言うて、リオさん頑張ってくださいみたいなんで読ませてもらおうっていうのは言うてます。まあたくさんいただくメッセージの中にやっぱね、すっきりした、リオさんすっきりしたわって、でリオさん元気になったわって、なんかリオさんのもうなんかトーク聞いてるだけでなんかよう分からへんけども、でうまいこと言われへんけどなんかすっきりしましたわって言うてくれるメールがすごく多い。これはね本当に嬉しいな。やっぱり単にさ、こっちが一方的に何かを送ってるだけ、単になんかこうメールをもらって電波に乗せたやり取りをしてるだけじゃつまらない。その先にやっぱりお互いが感じ合えるもの、癒し合えるもの、なんかそういうのが今ちゃんとこうやって、もう
半年結構やってきたよな、もう9ヶ月近くなんのか、うん、あとこれそして、まあ、こう番組が一つずつこう組み上がってきてさ、なんかリスナーたちと今こうやって本当の意味でのいい距離感を持てるようになってきた、うん、まあ、とにかくね、もっともっと今後もいい番組にしていこうと思ってる。でそのためにはみんなのメッセージな、これが途絶えたらもう終わりやからな、どうかどうか俺も途絶えないようにいいメッセージ伝え続けますんで、みんなもな、ぜひぜひメッセージ届けてやってください。じゃあ梅雨時ですからこんな曲いきましょうか。私はアンブレラ。やけに疲れた雨明かりの帰り道、駅の古いベンチに置いてかれた傘、ほんの5分隣に顔仕掛けて似たもんどうしたねと声をかけ忘れはした。いつかまた雨が降ればそっと誰かに拾われて、つかの間の時間を一緒にできるけど、やがてまた雨が止めば愛しなず忘れられるのさ。
アイナーリオの今夜のラストオーダー、早いもんでもうお別れの時間です。ライブ告知言っときますね。6月の8日土曜日、三重四日市ラストワルツ。6月22日土曜日、長野飯田ブラッド。そして7月7日今池ボトムラインフルバンドライブやりますせ、やりますせ。まあまあええ感じにもう盛り上がってきてるからね、ぜひ行こうかなって行こうかなって思ってる人はすぐに切符買うてください。まあまあリオも売れてきてます。まあまあリオも有名になりつつあります。遅い方は切符取られへんようになってくるからね、どうかどうか来ようと思ってる方々は早めにお求めください。 OK、 詳細はリオのホームページね、 RIO リオで調べてもらったロゴのホームページ出ますんで、そちらで調べたってください。結構ボトムラインに関してはね、プレイガードでも書いたりするからさ、うん、窓口がたくさんあるんで、いろんなところでどうかどうかね、お求めになって、そして一度ねリオの名古屋初のオルバンドライブ足を運んでやってください。じゃあ最後はリオのさらばを聞きながらのお別れです。来週もこの場所であなたのラストオーダーお待ちしてます。お相手はバスへのシンガーソングライターリオでした。ほなまた。半端な夜をさらに